日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は負けず嫌いについて。負けず嫌い、はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日は負けず嫌いについて話したいと思います。負けず嫌い、負けず嫌いというのは負けたくないということですね。負けるというのは勝つ、負ける、ね、勝つ、負ける。例えばテニスをして勝った、イエーイ、ああ負けた、ね、これを勝つ、負ける、ね、ウィン、ルーズのことですね。勝つ、負ける。負けず嫌いというのは負けるのが嫌いな人のこと、負けるのが嫌だ、嫌だということね。負けず嫌いという人は、人のこれは性格ですね。負けず嫌い、ね、パーソナリティですね。負けず嫌いというのは負けるのが嫌だということです。負けたくない、これはどう思いますか？皆さん悪いことだと思いますか？それともいいことだと思いますか？これは難しいですね。まあコンペティティブってことですよね。負けず嫌い、これはいいこともたくさんありますね。例えば、ね、僕はもっと頑張ろう、ね、僕の日本語はクリスさんの日本語よりも下手だから、もっともっともっと日本語を頑張ろうっていうふうにね思うかもしれない、ね、クラスメート、他のクラスメートの人と比べて、ね、コンペアして、僕はもっともっと日本語が上手くなりたい、ね、そう思うかもしれない。もっともっと勉強しよう、そう思うかもしれない。だけどいつもいつも他の人と、ね、いつもいつも他のクラスメートと比べるのは良くないですね。コンペアするのは良くないですよね。だからやっぱり負けず嫌いというのはね、いいことと悪いことがあるかもしれない。まあでもそんなに悪いことじゃないかもしれないですね。僕はもっと頑張ろう、他の人に負けたくないというのはね、そんなに悪いことじゃない。皆さんはどうですか？負けず嫌いですか、ね、僕はね、あんまり負けず嫌い、これはディペンズですね。本当にものによりますね。負けてもいい、負けてもいいことと負けたくないこと、ね、絶対負けたくないことがありますね。例えば日本語のポッドキャストではやっぱり一番人気になりたいですね。一番に、ね、日本語のポッドキャスト他にもたくさんありますからね。僕は1位になりたいですね。皆さん聞いてください、たくさん聞いてくださいね。応援よろしくお願いします。それではまた、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。